東山中学高等学校は京都府京都市左京区栄冠道町にある私立男子校。学校法人仏教教育学園が設置しているに合併。学校長は塩海正午。姉妹校に上宮中学校、高等学校と鎮西中学校、高等学校がある。1868年に浄土州総本山地恩院。 第73世名予学天大創場であった金足予城によって設立された学問所管学院が母体となり、浄土宗教校、京都校以来の歴史を持つ学校である。生徒数は約1500名。2018年に創立150周年を迎えた。校地は栄冠堂と南禅寺の間にあり、哲学の道や琵琶湖疎水が近くにある。学校施設は食堂、 図書館などのほかグラウンドが3カ所ある。2009年8月には、新総合グラウンドが完成した。第5総合グラウンドは、高校の体育の授業、体育祭、球技大会、クラブ活動、中学の球技大会及び体育祭などに使用される。また、使用されていない場合は、一般開放されることもある。なお、25メートルプールもあるが、 現在は老朽化のため使用されていない。2014年には南館及び公道、さらに2016年には図書館棟も改修工事が行われた。正式名称は夢ナビゲーション。中学1年生を対象として開催している自分の将来をよく見つめるための講座。土曜講座に2ヶ月に1回のペースで開催されている。内容は グリム童話やイソップ物語を用いて教訓を学んだり教養を身につけたりすることが多い。担当教諭は副知事や校長代行である B 州の土曜日に開かれる講座。中学校では各業界の一戦で活躍する著名人の講演会や体験学習、授業がメインとなる。高等学校では1、2年生が国語、数学、 英語の3教科に絞って70分授業を3コマ行う。3年生は主要教科から選択できる。スーペリアコース、パスカルコース、エースコース、ユリーカコースは必須受講で、クレセントコースは希望制である。この校の内容は、東山中学、高等学校創立150周年記念誌による、それぞれのコースで、高校2年新級時に文系と理系に選択希望を、 提出し、それをもとに、クラス分けがなされる。ただし、パスカルコースは2019年度よりすべて理系選択。トップアスリートコースはすべて文系選択となる。エースコースユリーカコース、国語機科大数地理歴史公民理科一分野理科に、分野英語、A、英語 B 宗教技術、家庭音楽美術体育保健柔道、ロングホームルームまた、A 週 B 修制を採用し、 金曜日は週によって1.2減の時間割が、異なり火曜日は7時間目まで授業がある。B 週土曜日は土曜講座扱いで出欠には関わらない。定期講座2週間前から成績不審者対象の補修が実施される。全コース共通、国語総合現代文 B 古典 B 数 I 数通数。 ASB 科学基礎現代社会世界史 A 世界史 B コミュニケーション英語宗教体育保健家庭基礎芸術音楽美術書道のうち一つ選択総合的な学習の時間 AS コースユリーカコースパスカルコース物理基礎物理理系生物基礎生物文系理系科学文系理系トップアスリートコースクレセントコーススーペリアコース 地学基礎特大生東山海小学生上度修、小学生高等学校の運動部は、トップアスリートコースやクレセントコース所属の部員が中心であり、中高一貫生やスーペーリア、パスカルコースの生徒は授業のコマ数の関係もあり、クラブに参加しにくいという生徒も多い。塩海翔吾、ありがとうございます。